どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで本日は、ソロ動画になりますね。で、どこやるかの前にですね、ちょっと今からやるところのために、前回のキングモーモンですか。キングモーモンの時は天空剣ね。あ、じゃあ大天使剣ね。大天使剣の貫突に進化玉を使いましたが、今回は防具の方でございますね。進化の宝玉、2017年1月1日にあった進化宝玉3つ解放、こちらの、防具の方を、まあ、一応ね、前段階ではどれに使おうかっていう時にね、ちょっと炎竜神鎧上なんかが候補に上がってたんですが、まあ、やはりですね、炎竜神鎧上をちょっと使いたいなと思ったので、ここに3つ、まあ貫突できないんですけどね、ここに3つちょっと振っちゃいたいと思います。いきましょう。進化、まずは1個目。まあこれね、まあこの防具側の炎竜神、いや俺1個でやめようかな一上げでとりあえずやめちゃおうかな。今思ったけど全部振る必要ないかな。やめた。うん、いや、とりあえずここで終わろう。ちょ、1個だけ使いましたあとちょっとスキル上げするわ、とりあえずは。んで、まあどっちにしろ貫突が無理なので、まあ弾はどっちにしろ使わないといけないんでね。はい、とりあえず防具玉で、残りのやつはスキルマンに持っていきたいと思います。で、まあ、ちょっと防御力がもっと必要になったらちょっと考えようかな。とりあえず今回は進化玉1個と、あとは強化玉で、ちょこっとだけね、炎竜神鎧をなんだ補強したぐらいだね使い方になってしまいました。もう貫突じゃない、全部使っちゃおうかなと思ったんですけどね。はい、で強化もしちゃいましょう。で、この装備でですね、あ、まあ、ちょっと装備、確認しましょう。マルベリー海賊スーパー、マルベリーというか、海賊スーパースター2枚の、転生レベル99の状態でございます。装備を見てみましょう。海賊は天空剣、太陽冠、ルビ鎧、ロト下、ロト盾、海賊奇跡、竜ウロコという感じですね。で、スキルがギガソ、アクブレ、超ドラギリ2枚にビホイミ。まあ、このスキルセットでね、どこやるかっていうのは大体わかるんではないでしょうか。スーパースターの装備が七色奥義に太陽冠、炎竜神、今ね、強化した炎竜神鎧と天空下、天空盾、竜ロコ、スーパースターの奇跡。スキルはこんな感じ。スクルト済みですね。スクルト、タタウタ済みの七色奥義。そしてもう一人のスパスタも大天使奥義魔界兜、これちょっと後ほどご説明しますが、無課金の方は魔界兜非常にここ有効だと思います。そして王者マント、天空鎧下、天空盾、スーパースター奇跡、竜の鱗、まあ結構ガチガチの装備なんですけどね。スキルはアークダンス、タタウタ、スクルト、まあこっちもタタウタスクルト済みのスパスターを2枚入れてるという感じで、まああれですかね、三魔王奇跡とかの集会で、よくやっていた編成という感じで、まあ装備はちょっと調整してますが、まあもうお分かりの通り、幻ダンジョンの源流挑戦鍵出ましたので、ソロチャレンジ動画ね、やっていきたいと思います。詳しく見てみましょう。まあ、源流の杖がね、非常に、まあ、無課金装備での非ガチャさん装備、での杖の最高峰と言える性能であるということがね、明らかになっておりますが、こんな感じでございます。いきましょう。はい、そしてフレンドさんですね、今回はうたたさん海賊、ドラキ、こんな感じの装備でございますが、おそらくはもうこれ源流用の装備になっていただいているという感じだと思うので、ただこれ氷ブレスがねえのか、うん、なんとかなるでしょう。うん、で、超ドラギ3枚積み、ハクブレ、ハヤブサ剣舞、うたたさんでね、フレンドさんは行きたいと思います。持ってく食べ物はこんな感じですね。特約、葉っぱ2枚、復活がね、なしと、復活石が使えない、1回のみのチャレンジということなので、まあ、いくら死んでもいいように、8回死ねます。そして、雫ですね。で、持ってく食べ物はね、休みが一番大変ということなので、難度ギガカラカレーでね、休み体制と HP 確保していきたいと思います。さあ、行きましょう。いやー、これは失敗できないね。負けられない戦いでございますから、行きますよ。出発。源流チャレンジソロ動画でございます。さあ、どうなっていくか。空を昇る金色の竜ということで、おっと、お任せバトルになってる。まあ、3倍速切るよ。倍速ぐらいでいこう。危ないからね。で、出だしショック入ったか。ちょっと早い。ちょっと考えさせて。まあ、連合が来るぞ。とりあえずガード打とう。
ガードを打とう。怖い怖い。立ち上がりね。いきなり持ってかれるの嫌だから。まずはガード打ちましょう。いやー、ショック入っちゃった。お、パーフィンするね。いいよいいよ。これはね、上げてきた回ありますよ。炎竜陣寄るよね。で、ダメ入って。まあ、なんとか。とりあえず回復優先でいいかな。剣舞のベホイム、ベホイミぐらい投げといて。で、海賊のマルベリーはアークブレードで回復を狙っていく感じですかね。もう死にたくないからね。さあ、超ドラギリ打って、コンボつなげて、疾風一撃、疾風一撃、超ドラギリと合わせていきましょう。でもう一丁ぐらいいけるかな、大竹火前に。コンボ決めて、あ、大竹火入っちゃったか。お、2枚ショック。ゲージ割れはまだ大丈夫でしょう。もう一発入れて、まだいけるかな。まあ、アクブレ、お、戻ったね。扇前ぐらいまで入れたら、もう一発いけるかな。ただガード、そろそろ。よしよしよし。いいぐらいで、ゲージ割りの準備ができたかな。通常で割るなよ。ちょっとこれは特約投げておきましょう。間に合え。よし。絶対安全圏をね、確保して戦いましょう。で、この後、アクブレがある人で抜くかな。アクブレで抜きましょう。これで、ベホイミを、あ、ベホイムを準備しといて、あ、大丈夫ですね。割合で、ダメージが入りますが、ガード先に入ったんで、宇多田さんに入ったらベホイムだったんですが、まあ、これどうすかな。まあ、でも、防御ダウンの人が多分狙われると思うので、スパスタにベホイムを投げといて、スクルトにスイッチでいいかな。まあ、船歌でもいいしね。船歌も早そうだね。とりあえずガードしとこう、こっちは。通常で狙われそうな感じもあるし。船歌2枚かけて、防御ダウンを外していきましょう。で、煉獄火炎まで。まあまあ、大丈夫でしょう。ベホイムーで回復ぐらい狙っとこうかな。煉獄火炎も早いね。まあでもこの感じは結構安定してる。今のところ安定してる感じですね。ショックさえ払えなければ。波動はもうしょうがない。船歌はどっちかというと守備力ダウン解除用って考えてたけど、ちょっと煉獄火炎早すぎねえか。これはガード間に合わない。まあこれはハッスルに切り替えましょう。こういうイージーミスもあるでしょうと。ただこれ通常食らったら嫌なんで、もう特約投げておきましょう。念のため。保険は大事。保険は大事だよーってね。あ、ミラクルハース来たね。オッケーオッケー。大丈夫でしょう。スキル合わせられるかな。まあ、ここでもう軽く一発音声歌っておきますか。波動で解除されないので。まあ、いいタイミングで狙ってタタウタはね、入れたいんですけど、まあ、タタウタはラストゲージだけでもいいかなとも思ってますが。で、波動入って、おたけびが来ますね。危ないよ。まあ、一応ガード打っといて。あ、ショック入っちゃった。パフィーン、はい、していく。これが炎竜陣の力。で、ショックが外れるの、まず、待って、リベ砲をね、入れる感覚で、回復入れていきましょう。輝く息でどっちにしろ音捨て終わっちゃうので、まあ、おたけびの間にね、狙うのはいいでしょうね。超ドラでいいぐらいかな。これで多分削れちゃうから、これでゲージ割りの準備をしましょう。大丈夫か。輝く息間に合うかな。全部カードが間に合えば全くもう満タイ。宇多田さんが間に合うかってところかな。あー、間に合わなかった。まあでもガードして、特約を投げといて、で、割りでいいですね。割っていきましょう。ほいな、リベ砲で、あ、割れなかった。まあ通常で割って、で、まあおぼろし、あー、やっぱこれがね、これが危ない。よいしょ。あ、ぶねー、マジで危ねー。今のは危なかった。よく、まあ、ラッキーが続いた感じですかね。で、波動が来ちゃうかもしれないけど、とりあえず上げといて。なんで3倍速になってんだよ。焦りすぎだよ。
焦るな、焦るな。波動来なかったね。ラッキー、ラッキー、ラッキー。これは煉獄界のダメージ、かなり抑えられるんで、アドバンテージ取れたでしょう。オッケーオッケー。で、守備ダウン2下げも戻ったし、いい感じでしょう。ダウン。これはまあ、スクルト狙っていきましょう。で、雄たけびのタイミングはどっちか音声で歌いたかったけど、まあ、しゃあないでしょ。スクルト2掛けで、守備ダウン速々外して、いや、この感じだったらいけるな。もうちょっとなんか厳しい戦いになるかと思った。パフィーンしない。ちょっとここは気をつけたいってことだね。あ、でも、すぐ戻ったな。ただ早いからね、CT が。波動が入って。もうすぐガード、ガード、ガード。ビビリや。完全ビビリプレイ。まあ、ただこんな感じだったらなんとか。なんかね、意外に源流ね、難しいとかっていう、結構死ねちゃうっていうかね。まあ、火力の調整が難しいんでしょうね、おそらくはね。話も伺うんですけど。ゲージ割りのとこさえしっかりしとけばなんとかなりそうな感じはありますね。お、守備弾。で、輝く息も全部ガードして、アークブレードで回復。ハヤブサ剣舞くらい打っとこうか。まあ、でもハヤブサ剣舞あんま意味ないかもな。波動が来ちゃうんでね。で、この煉獄火炎が結構早いんだよね、多分。半分ぐらい一気に過ぎんだよね。ここは、念のため安全策取っときましょう。守備ダウンに下げが入ってるので、今のタイミングで解除するとガードが間に合わなくなるし、ちょっと落ち着こう。まあ、もうゲージもね、もうそろ割れそうですし。で、スクルトでいいね。煉獄火炎後で。抜けて、スクルト、スクルト。で、超ドラ一発入れて、ズン。もう一発いけるな。もう一発入れて、よし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 。よーしよしよしよし。いい感じでしょ。で、この雄たけびのショックの入り方次第やね。カード入れて。まあ、あと天空盾かね、なんか最近なんかちょっと見劣りするんじゃないかみたいなあの話もあるんですけどね。全然こういうね、ブレス中心のダンジョンとかだと、まあまだまだ現役というかね、全然使えますよね。で、ゲージ割りましょう。で、ベホイムを用意しといて大丈夫。これは自己回復でいいね。んで、アクブレで回復狙って、もう一丁ムーでいいかな。で、アクブレ打って。これでヘルスは確保できてるけど、どうだろう。ガードは間に合わなそうだよね。もう一丁、スパスタの方が間に合ってくれれば。これでなんとかなるでしょう。で、こっちはもうミー準備しといて、ミーで回復。あ、いいね。王者マントで吹き飛ばす。疾風一撃入れとく。まあ、これは波動で解除されるかもしれないけど、一応ピオーラ上げ狙い。煉獄火炎早いんだった。まあ、とりあえずコンボつないで、でガード準備。早いよ、煉獄火炎が。よしよしよし、痛恨系が来てないのはありがたい。ガード間に合う。ウタタさんがギリ間に合わないかぐらいかな。ヘルス的にまずかったら特約だけど、大丈夫かな。あ、ショック、それは嫌だな。まあ、これは回復が間に合うか。ムーとりあえず打っといて、ハッスル、リベホは一応つけとくか。雄たけびのタイミング、そろそろオンステ1枚は投げといて、この超ドラでいいとこまで削れるかな。もう一発いけるね。 OKOK、 いい感じの調整。通常で抜くなよ。通常で抜いちゃうのが一番怖いね。で、雄たけび入りの、まあ、2枚スパスタは入っちゃうでしょう。パフィーンしない。おお、早いよ解除。これで
抜いちゃってもいいかな。いや、ちょっと待った。これ、ジャッジが悪かったかもしれない。輝く息が結構早い。どうなる？おっと、まあこれだったらいけるか。なんとかなるような気がする。ショックも戻って、ハッスルとりあえず打っといて、ミラクル出る。で、ギリギリ船歌とか歌えたら歌っちゃおうかな。船歌歌って、よしよしよし、いい感じね。これで、ただ歌2枚歌って、この後。でまあ、最悪雫でもいいしね。ハッスルは遠い。まあ、ただ、ノーデスもかかってるからな。ああ、いい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 。かなりいい、かなりいい。CT ちょっと溜まってないけど。さあ、ラストゲージ。いい感じの流れは流れでしょう。ショードラ、つなぐ、水星、水星じゃない、シップ。あ、もういったんでしょ、これ。はい、ショードラで。はい、ドン！はい、スキルフィニッシュ決めました。21ターン。まあ、結構かかったけど、慎重に慎重にやっちゃったから。ただ、ノーデス、パーフェクト、初見、一発クリア。やれましたね。さあ、あとはドロップだ。お、金箱1個来て。どうや。おー、源流杖来たー。一発で引いたわ。一発でっていうか、まあ、ソロで一発で引いた。源流の眼差し。敵全体の守備力 20%。呪文耐性を 25% 下げ。それぞれ成功確率 50% ということで、敵の耐性により成功率は変動と。まあ、あれですか。邪眼の杖のなんか、正気みたいなね、イメージかもしれませんが。まあ、ちょっとね、ダメージは多分、ダメージは入んないんでしょうね。うん、ダメージは入んない分ね。まあ、あと CT が結構長いですね。で、これが最大進化するとね、攻撃呪文映画を2枚詰めてね、非常に優秀な杖ということでございまして。いや、なんとか、ノーデス、パーフェクトクリア、雫なし。うん、雫も一回も使わないで、パーフェクトクリア、成立しました。まあまあ、あれですね、先ほどプレイ中も言ってましたけど、ちょっと火力が出すぎてね、削りすぎるとか、まあ、意外になんかブレス系の耐性をね、最近、なんか昔はね、結構ブレス系の耐性しっかりしなきゃクリア難しいところとかあったんですけどね、最近呪文が結構多くなってきてるっていうのもあって、ブレスちょっと軽視されてるのかなとかっていう、そういう感じなんですかね。まあ、神竜よりはもちろん難しくはなってるんですけど、しっかり抑えていければね、全然クリアできる。ダンジョンだと思うので、皆さんも、まあ、マルチの方でね、AI 等は確認していただいてます、いただいてると思いますが、ソロプレイもですね、限りの余裕があればチャレンジしてみていただければと思います。ということで、今回は、源流、ソロ、ノーデス、パーフェクトクリア動画という形になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。